春日さくらと乾夏音の夏も桜を咲かせたい。こんばんは、春日さくらです。こんばんは、乾夏音です。わー、ハロウィンだー。わーい、すごいね。うん、この番組は季節の名前に持つ私たち2人が春に、春じゃない、夏にそよぐ爽やかな風と春のような柔らかい空気を少しでもお届けできたらいいなという番組です。です。はい、ハロウィンです。ハロウィンですね。ハッピーハロウィン。わーい、かわいいんだけどね。ハロウィン大好き。大好き。わかる。大好き。いいな、なんかお菓子もらいにさ、回ってた幼少期を思い出す。わかるー、ね、もうできない、こっち知らない家ばかり悲しい、悲しいよ。さくらの家だけ行こうかな。あ、いいよ。かんかんかん、いいよ。パイとか焼いて出るわ。めっちゃ本格的。悲しいよ。でもね、ホラーです。ホラーじゃない、ハロウィンですからね。そう、人気がありそうな仮装はゾンビ、はい、ホラーナース、デスイーター、ジョーカ ースイカゲーム、フル、何これ、フルーツジッパー。何フルーツジッパー。あのあれだよ、私の一番可愛いところを生き抜いてるの仮装ってことで。あー、超ときめき宣伝部。昭和スタイル。あー、なるほど。へー、スイカゲームってでさ、イカゲームじゃなくてあれ、イカゲームの仮装じゃなくて、スイカゲームってさ、ゲームじゃないの？あれ、なんかあるんですか？スイカ作るやつだよね。スイカの着ぐるみとか。すごい、ジョーカーかっこいいよね。たまにいるよね、ハロウィン。いるいる、ジョーカーのコスプレしてる人。かっこいい。なんか私、あのハーレクインが大好きで、そのね、大好きだからめっちゃ頑張って揃えたの、本格的なやつを何パターンか衣装買って組み合わせて武器まで買ってと思ったら、あまりに本格的にしたらもうなんかこれパンツじゃんみたいなズボンでこんなの外に履けないんだけど。ダメだよ、そんなさくら見せられないです。それで封印したの。そっか、そう、できないね。家で着てみて、うん、ダメだこれと思って。そっかそっかそっか、封印したからちょっとね、出せない。出せないね。でも見てみたい。ここだけでも。ここだけね。ここだけでも見てみたい。そっか。デスイーターって人気なの。デスイーターってあれですか、ね、はぁーみたいな、なんかシャーみたいな。それ、ディメンターじゃない。あ、ディメンターだ。え、待って。あの、仮面つけてさ、真っ黒でなんかこうやって杖持ってたって歩いてくる。あー、そっちか。人気なんだ。ユニバに やってこうかも、デスイーターで。いいじゃん、ハリボトだしね。今度ユニも行こうって友達と話してて、うん、何着るかまだ決めてない。これやる、デスイーター。デスイーター。友達も絶対予想してないよ。確かに、デスイーター。いいね。でもね、やりたい仮装ありますか？やりたい仮装か、うん、でも前もなんかさくらと話してたけどさ、キョンシー。あ、やりたいよね。そう、なんか2人とかでやるならキョンシーとか可愛いかな。可愛いよね、と思って。はい、あ、合いそう。あ、ほんと？うん、かわいい。でも絶対かわいいと思うの。絶対かわいいよ。ほんと？やろう、いつか一緒に。やりたいね。うん、やりたい。来年は仮装とかできたらいいね。やりたいね。うん。そう、でも今日はね、猫ちゃんなんで。猫ちゃん？猫ちゃんなんで。かわいい。ちょっとハロウィン気分で。ありがとう、かわいい。はい。ということで、今日もハッシュタグ夏サクサクで盛り上げてくださると嬉しいです。嬉しいです。はい、それでは最後までよろしくお願いします。ごめんね。だよね。それでは最後までよろしくお願いします。桜を咲かせたい。改めまして、こんばんは、春日さくらです。乾夏音です。はい、はい、早くもうそろそろ今年のヒット商品ベスト30が発表される頃。何それ、何それ、うん、ベヒット商品ベスト 30？ なんかそう、今年の流行ワード的なそういうやつ。そんなのあるんだ。そうなんだ。何流行ったかな、今年。何流行ったんだろう。商品ってカテゴリーがでかくない？でかいよね。ね。お菓子とかも含まれるのかな。ね。そうなんだ。見てみたい。ね。うん、なんだろうね。あ、あれじゃん。あ、違うか。イマーシブボート東京マーダーミステリー。イマーシブ東
フォート東京行ってみたいんだよね。めっちゃ行きたくてさ。これは何？没入型遊園地みたいな、演劇かけるテーマパークみたいな、うん、はいはいはい、あ、知ってるやつ。マーダーミステリーもめっちゃやりたくて。マーダーミスね、いいよね。でもさ、人数いないとさ、うん、できないじゃん。そうなの。なんかでもそんな誘える人もいなくてさ。わかる、めっちゃわかる。ここでできたらいいんだけどね。2人だとちょっとね。スタッフさん入れればできるよ。いやできるよ。めっちゃやりたいもん。めっちゃやりたい、わかる。体験型エンタメね、いいよね。あのさ、なんだっけ、これ前も話したかもしれない。あれでしょ、海外で。そう、うんうん、どこだっけ。ニューヨーク。ニューヨーク、あのなんだっけ、ニューヨークのホテル丸々貸し切ってやる、うん、そうだそうだそうだ、演劇あれね。でももう終わっちゃったんじゃない。終わっちゃったよね。再演があったらニューヨークは行こうかなって思ってるぐらい気になってて、うん、マジか。なんか世界的に流行ってんだよ。流行ってんのか。行きたい、うん、なんか勉強になりそうだしね、うん、そうだよね、行きたい ね。今年なんかハマったことやものある？今年、うん、今年、うん、あ、VTuber。 おえ、今年から見るようになって。そうなんだ。たかも、うん、VTuber はどなたが好きなの？二次三次の、二次三次大好き、真っ白めめっていう、うん、ホラー系 VTuber なんだけど。いいよね。私が最近ホラーにハマってるのはたまたまそれが流れてきて、うん、あ、面白いと思って。そっからなんだ。そう、怖い話好きだなと思って、そっからなんかホラーにハマった。なるほどね、そうだったんだ。特にね、推しはいないんだけど、うん、みんなまんべんなく、まんべんなく VTuber 見てるって感じ、うんうん、私も一緒。ほんと、二次三次ホロライブまんべんなく見てる、ね、サロメさんとかさ、大好きね、めっちゃ明るい。私あと星川さらちゃん好き。あ、可愛いよね。めっちゃ可愛い。さらちゃん声がすごいさ、うん、声優さんってかって思うから声かわいくない？めっちゃわかる。めっちゃ可愛いのよ。すごい可愛い。金髪の女の子可愛い。かる、元気な感じだね、うん、そう。ということで VTuber だね。私も VTuber。 あ、ほんと一緒だね、うん、ということで、ということで早速メールを読んでいただこうと思います。思います。ではどっち、私からご紹介しますね、うん、はい。それでは夏作ネームえんひろさんからいただきました。犬井さん、春日さん、こんばんは。どうもこんばんは。どうもこんばんは。文化祭の思い出ということで、うん、少しベタにはなってしまうのですが、高校最後の文化祭を好きな子と一緒に楽しめたことです。いやー、青春じゃないですか。もうそれな、その子は優しくて運動も勉強もできる高嶺の花的な存在の子で、1年の時同じクラスになって以来だったのですが、無事誘うことに成功しました。やばいね。やばすぎる。一緒に回ろうみたいな、ね、ドキドキしちゃうね。その子のクラスの出し物は男装女装カフェ、僕のクラスはたこ焼きの屋台で、お互い忙しくも時間の合間を縫っていろいろ回りました。たこ焼きイケメンホスト、かっこその子と、あ、そっかそっか、男装してるからね。そっか、うん、と海の家にいそうなお兄さん、かっこ僕が一緒に楽しんでいる光景は少し面白かったかなと思います。確かにね。お待たせ、私の子猫ちゃんと接客してもらったり、ホストだからいいじゃん。僕が作ったたこ焼きを食べてくれたり、天井を見て回ったりと、たくさん楽しめました。やばい ね。その中で当日のベストシーンを選ぶとするなら、ヨーヨースクイをやっている横顔、撮った時の笑顔です。かわいい。かっこいい見た目と弾ける笑顔のギャップにやられて、もう最高に天使でした。一緒に写真も撮ったのですが、いまだに見返しちゃいます。文化祭後、何組かカップルが誕生してましたが、僕たちは卒業後の進路が地元、状況と別々だったので、無理に告白はしませんでした。自分のことながら甘酸っぱい青春の1ページです、とのことで。なんてエモいの。尊いわ。尊すぎる。いい、これぞなんか青春の思い出って感じ。素敵じゃん。お待たせ子猫ちゃんだって。お待たせ子猫ちゃん。子猫ちゃんだよ、うちら。え、私たち子猫ちゃんだから今日。いいなぁ。かわいい。かわいい。かわっち。かわいいね。いいな。いいね。なんかその、女の子がさ、ホストの格好してんのもなんか、わかる。いいね、なんか文化祭って感じ。てか告白しなかったんだ。それが甘酸っぱいね。
素敵。遠距離って難しいもんね。やっぱりね、好きでもやばい。遠距離だとね、会いたくなっちゃうもん。そういうものですわよね。そうだよ。そうだね、ありがとうございます、素敵な思い出を、うん、いい話を聞かせてもらったわ。聞かせてもらいました、キュンキュンしちゃったね。うん、じゃあ次行きます。はい、夏作ネームマーシャルさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、サクポン、ナチュ、咲いてますか。咲いてます。咲いてます。これな、定着しちゃった、もしかして。定着しちゃった。イノキみたいな。僕が文化祭で思い出すことといえば、うん、はい、高3の文化祭で友達の友人の吉田くんが公開告白をしたことです。あら、甘酸っぱいですね。甘酸っぱいですね。体育館で出し物をする時間帯だったのですが、うん、おもむろに吉田くんが友人たちに囃子立てられながらステージに上がり、マイクを持ちました。僕には好きな人がいますと言い出したことで体育館は大盛り上がり。それは2年生のバレー部の山口さんです。いたらステージに来てください、いませんかと呼びかけると、盛り上がる会場と裏腹にしばらくして一人の女子が恥ずかしそうに前に出てきて、ステージ下から吉田くんに向かって、山口さん、今日休んでますと言いました。あ、えっと凍りつく会場と吉田くん。あ、吉田くんはなんとかマイクで、あ、そうっすか、じゃあ、あの、今日のこと伝えてもらっていいですかね。あら、と振り絞り、ざわざわするみんなに向けて一礼すると、この場を収めるべく裏にいた役員が幕を閉めました。あら、吉田くんは勇気を出したのですが、今でもあの空気を思い出すと何とも言えない気持ちになります。そうだよね。 PS、 その後吉田くんの声は実りませんでした。えぇ、ー、くぁー、ラクサやばい、さっきの棚もう本当だね。なんかつらい。いやでも頑張った。そうだよ、そう、こうやって記憶に残ってるわけですから、いい青春ですよ。そうだよね、うん、青春の1ページではあるよ。うん、そうだ、よく頑張りました。休んでたんだ。そうか、休んでたんだ。確認してからやった方がよかった。そうだね、いるかなって確認してからね。クラス別だったのかな。確かに。で、これさ、いたらステージに来てください、いませんかって言ってさ、うん、今ちょっとここになくてってなってもどうしたらいいの。確かに、もういない以外気まずいよね。うん、したら呼んできてもらうとか。確かに確かに。そっか、難しいね。なるほど。吉田くん、うん、いいことあるよ。そうだよ。うん、きっといいことある。頑張ったね。うん、うん、この声は、この頑張りはいつかの声に役立ちます。そうですよ。はい。ありがとう。ありがとうございました。はい。はい。ということで、はい。ありがとうございました。メール。はい、ありがとうございました。これからもお便りお待ちしております。宛先はエンディングでお知らせします。うん、桜前線、バンド組むなら何担当？ボーカルしかできない。座右の銘って考えてる？座右の銘、座右の銘、いつもポジティブ。自分だけが知ってるナチュの意外なところは？あー、来るのが早い。旅行するならどこ行きたい？北海道。めちゃくちゃたくさん指ハートしてください。指ハート、指ハート、指ハート、指ハート。夏も桜を咲かせたい。ブリッジコーナー、桜前線をご覧いただきました。皆さんからの質問に一問一答形式で答えるコーナーです。うん、はい、ということで、うん、何だったかな、うん、バンド組むなら何担当、うん、歌うって言ってた。楽器ができないから、歌しかできない。いいじゃん、ボーカルじゃん。座右の銘なんだっけ、なんて言ったっけ。いつも前向きみたいな、ポジティブみたいな。言ってた、そうだ、ポジティブ、ポジティブ大事。そう、ポジティブ大事だよね。大事。確かに。座右の銘にしなくてもポジティブなんだけど。あ、本当。そう、いいことだ。寝たら忘れるとか。寝たら忘れる、もうそれが一番。うん、1週間以上引きずったことないね。あ、すごい、いいね。だいたい長くて3日2日。うん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 、でもね、その切り替え大事だもんね。そうなのよ、一番いいですよ。うん、そうだよね。うん、あ、私のさくらだけが知ってる意外なところ。あ、来るの早い。あ、そうだ、いつも収録30分前に来てる。私はもうさくらの可愛い姿を見ながらおにぎり食べてます。あ、指ハートもたくさんもらいましたね、皆さん。可愛かった。あ、可愛い、可愛い、可愛い。
もうね、ファンサ、ファンサービスだって、うん、めっちゃ可愛い。まい。はい、あ、かな。こんな感じですね。うん、では早速コーナーをお届けします。はい。せーの、格の違いを見せつけたい。はい。うん。二人で協力して様々な課題クリアを目指すコーナーです。毎回スタッフさんが設定した基準レベルを超えることができれば格が一段昇格、はい、最上段まで上り詰めることができた暁には、うん、ご褒美がもらえるとのことです。やった。現在は4段昇格。はい、そうです。変わりなく。変わりないです。はい、前回ね、はい、全然ダメでしたね。ダメでした。アフタートークではうまくいきましたね。うまくいきました。今回もそうならないことを。そうですね、祈りましょう。こっちでうまくいくように頑張りましょう。はい、はい、ということで今回の課題は、はい、ハロウィン企画お菓子イラストチャレンジ。うわ、なんだなんだ。ルールは簡単。はい、出題される有名なお菓子のイラストを、うん、記憶を頼りに描き、うん、相方が何枚かを回答。はい、6問中2人合計で4問正解できれば成功、1段昇格します。はい、うん、なお、うんうん、一人がイラストを描いている間、もう一人は場をつなぐために、はい、お菓子当てれこ劇場と題して、お菓子に即興で当てれこをするという地獄タイムをこなさないといけません。なるほど。相方の筆のペースが遅ければ、それだけ地獄タイムが長引く。長引く。ということです。はい、なるほど。お互いに頑張らなければ。難しいですね。難しいですね。あ、こう。はあ。まあ、では早速、はい、待って、どっちが先にやろう。あ、じゃあじゃんか違うイラスト描こう。オッケー、最初はグーじゃんけん。はい、では始めていきましょう。はいはい、じゃあお題いきます。はい、わー、僕はふわふわのわたあめだよ。僕は主に原宿の竹下通りにいるんだよ。なんかレインボーで一時期すごく流行ったよ。夏音ちゃんも中学生の修学旅行で食べてくれたよ。できた。きつい。できた。きつい。え、わかんない、はい、あんまちゃんと食べたことない。いきますよ。はい、じゃん。あ、え、すごい、出てこない、待って待って、あれだよね、ケロクエクエクエチョコボール。すごいすごい。歌、CM ってすごい。すごいですか、これは。やったー。うー、すごい。クエクエクエチョコボール。チョコボール、それそれそれ。すごい。え、じゃあ次は今度なっちゃんの番ですね。はい、書きますよ。お題は見えますね。わかりました。私はお菓子駄菓子屋さんで売ってるよ。結構喉が渇くよ。おばあちゃんが持ってるかもしれないね。甘くて美味しいんだ。でも牛乳とかと一緒に食べたら美味しいかもしれないね。食べたことある子供も多いんじゃないかな。結構コスパがいいよ。はい、安くて。ぽいぽい。ふがしの声してた。あ、でもふがしできた。超ふがしだった。やった。めっちゃふわふわしてたよ。すごい。じゃあ行きますね、はい、ちょっと私はこれをあんま食べないのでわからないです。見して。鬼辛い辛いな辛いお菓子。あ、カラムーチョ。すごすぎる。やった。すごいすごいすごい。やった。すごい。これおばちゃんか、カラムーチョ。え、私カラムーチョのおばちゃんって何って思って、うん、いるんですか、そういうのが。いるんだよね。なんかおばちゃんの見た目違いすぎて分かんなかったけど。どんなおばちゃんなの。辛いお菓子で分かった。あ、よかった。そう、唐辛子伝わった、これ。伝わった。よかった。
て、真ん中は白い、これは何味なのかな。でも三色団子ってほとんど味一緒だよね。一番下はよもぎかな。黄緑の色をしている、よもぎの団子が3番目だよ。主にあれかな、4月のお花見で食べてくれるのかな、みんなね。そうだね、三色団子ってスーパーとかにもね売ってるから手に入りやすいよね。なんかさ、複雑な和菓子だと和菓子屋さんで買わないとないけど、僕たちはどこにでも売ってるから食べやすい。 できたいきます。じゃん、なんかこんなんじゃなかったっけ。うまい棒のドラえもん。でも、まあ、まあ、正解ですか。正解ですか。正解なの。うまい棒のあの子って書いてあった。お題見ません。あ、そうだ、書くんだ。了解です。わしは歌舞伎揚げ。カリカリでとっても美味しい。そうだな、歌舞伎揚げって本当に歌舞伎で食べられていたのか、謎は深まるばかりだ。わしは駅の自販機のお菓子が売っているところに大体ある。カロリーメイトとともに大体あるぞ。確かに。美味しいよな。ここのセカンドショットのお菓子が置いてあるところにもたまにあったりするんだぜ。はい、ありがとう。え、ちょっとめっちゃ良かった。めっちゃ似てた。タツタゲじゃないや。なんだっけ、歌舞伎揚げ。似てたとかある。ぽかった、めっちゃ。ありがとうな。はい、ありがとう。それではこれです。見せて。ごめん、カール。あ、のおじさん。そう、正解。やった。ちょっとね、もうね、全然人が分かんなくて。うん、カールのおじさん、これ形で分かるの。カール。あ、こんなんだ。全然ちゃうやん。そっか。まあ、ということで終了ですか。はいはい。2人の正解数の合計は41段昇格。やったやった取り戻したね。取り戻しました。やったね。結構地獄だったけどね。うん、ちょっと面白かったけど、なんかほら、書いてたからさ、またちゃんと聞き直したいな。ね、放送でちゃんと聞きますわ。ちゃんと聞きましょう。ということで、やったー、はい、やったね、昇格嬉しいね。昇格でした。はい、では以上、格の違いを見せつけたいでした。夏が来る。サラダのドレッシング何が好き？イタリアンドレッシング。好きなお花教えてください。ひまわり。自分だけが知ってるサクポンの意外なところは？お菓子食べてる、ずっと。好きなパンは？好きなパンはなんかパ、ドライフルーツいっぱい入ってるやつ。ああ、半日休みがあったら何してる？寝てる。え、毎朝コーヒーを飲む？飲まない、紅茶派。夏も桜を咲かせたい。犬井夏音の夏も桜を咲かせたい。エンディングのお時間です。はい、うん、あ、そうだ、夏が来るをね、うん、お送りしましたが、しましたね。何のわけね。何話したっけ。サラダのドレッシングは、うん、イタリアンドレッシングがめっちゃ好きで、酸っぱいやつ、酸っぱいやつ、もう、ね、酸っぱければ酸っぱいほど好きで。あ、そうなんだ。そう、もうなんか酸っぱいのとブラックペッパーをガーってかけて食べます。そうなの、そういう系が好きです、私は。そうなの。何だっけ、好きなお花はひまわりです。ぽいぽいぽい。そう、夏生まれだから、なんかちょっと本当かわかんないけど、なんかなんだっけ、ラッキーカラー的な夏の、ね、そうそうそう、なんでひまわりが好きです。うん、
そう、なんだっけ、あ、サクポンの意外なところ、これは、お菓子をメイク中とかにパクパク食べてるのが可愛いんですよ。ずっと食べてるよね。え、そう、めっちゃ可愛い。好きなパン？好きなパン、なんかドライフルーツがいっぱい入ってるやつが好きで。シュトーレン？シュトーレンとはちょっと違くて、なんか、あ、でもその私がそのドンクで働いてた時に あったパンドフリュイっていう、なんかフランスパンっぽい生地の中にいっぱいイチジクとかレーズンとかそういうなんかオレンジとかが入ったやつがあって、それがすごい美味しくて、最近もなんかドライフルーツ入ったパンとか買っちゃう。さっきからさ、酸っぱいドレッシングもダメでさ、ドライフルーツレーズンも苦手でさ食の好み食の好みは合わなくても相性は合うから性格は誰よりも本当にね。そうだよ、ずっと喋ってるから私たち。そうだよ、レーズンなんて全部あげる。ありがとう。だからそう、何が好きだ私、アボカド好き。うん、好き。そう、アボカドも全部あげるし。あ、欲しい。そう、こういうことができます皆さん。そうなんですよね。そう、パズルと一緒です。ね、凸凹は噛み合うと、そういうこと。どっちも尖ってちゃ意味ないじゃないですか。そうだよ。そう、凹んでるのと尖ってるのがないとダメなんですよ。そうだよ。そういうことです。私たちはパズルなんで。はい、ということでね、さあ番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。はい、ふつおたや番組の感想や私たちに聞きたいことなど、うん、気軽にお送りください。お送りください。メールテーマなんか募集しますか。あ、これか。冬の必要なもの、もの、必需品など。必需品などなんかありますか。そうですね、カイロですかね。それはそうですね。はい、もうカイロは3つぐらいあります。ああ、お腹に2枚、背中に1枚みたいな。そう、でも風邪ひかなそう。確かに。私、うん、布団乾燥機かな。はぁ、あったかいお布団が。はぁ、やったことないか。めっちゃいいよ。マジで寝るときさ、布団冷たいじゃん。うん、それが嫌で。あったかくなるんだ。なるなるなる。おぉ、いいね。めっちゃいいよ。それあったらさ、なんかワンチャン暖房なくてもいけるから。あ、喉が。そうかそうか。結構確かに確かに、うん、潤うね。いいね。そんな感じで、はい、送ってください。送ってください。ミニコーナー、桜前線と夏が来るにはそれぞれ一問一答形式の質問を送りください。はい、桜と夏ね、なるべくセットで送っていただけると嬉しいです。嬉しいです。うん、はい、そしてメールアドレスは春夏アットマークセカンドショット .jp です。たくさんのお便りお待ちしております。はい、そして私たち2人からのお知らせです。はい、GA 文庫チャンネルにて春日さくらエゴマユリエ立花あずさのパジャマナイトをやっています。ぜひご覧ください。で、私からは、以前もお知らせいたしましたブロックチェーンゲームカンパニーガールズリブルームにてメインキャラクターの一人サリーダークマリ役を演じさせていただいております。こちら先日リリースされましたのでぜひ遊んでください。イベント情報なども随時、X に投稿しているのでそちらもチェックしていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。言い忘れたんですけど、アニメマイバシュイッチーズの先行上映などもいろいろやっておりますのでぜひ X でチェックして見に来てね。見に来てね。はい、この番組の次回の配信は11月3日22時半からです。お忘れなく。はい、そして本番よりもさらに夏作が詰まった完全版とアフタートークを会員限定で配信します。この機会にご登録ぜひよろしくお願いします。うん、それではお時間です。はい、お相手は笠賀さくらと乾夏音でした。